1900年のパリ万国博覧会、国際博、万国博覧会とも呼ばれ、略称は国際博、万国広、万博など。国際博覧会条約によれば、国際博覧会とは、複数の国が参加した、公衆の教育を主たる目的とする催しであり、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用することのできる手段または、人類の活動の位置もしくは、 複数の部門において達成された進歩もしくはそれらの部門における将来の展望を示すものを言うとされている。様々な物品を集めて展示する博覧会は1798年フランス革命の時期のパリで初めて開催された。1849年までにパリで11回開催され徐々に規模が大きくなっていった。同様の博覧会がベルギー。 オランダなど各国でも開催されるようになると1849年、フランスの首相が国際博覧会を提唱し1851年に第一回国際博覧会がロンドンで開催された。初期の万博として、クリスタルパレスが作られたロンドン万国博覧会や、エッフェル島が建設されたパリ万国博覧会などが著名である。 スペインのバルセロナでも1888年と1929年の2回、開催されている。メイン会場は、前者は、シウタデリア公園、後者は、モンジュイックの丘であった。アフリカ分割がなされた1880年代以降は、欧米各国が、国力保持と植民地機運を高めるため母国や、その植民地で競って開催した、植民地博覧会も、 国際博覧会の一種である、1883年のアムステルダム国際、植民地貿易博覧会、1886年の植民地インド博覧会、1894年のリヨン国際、植民地博覧会などをはじめ、1924年のイギリス帝国博覧会、1933年のパリ植民地博覧会など、 第二次大戦後まで数十回開催された。1866年のメルボルン博覧会など植民地内博覧会も各地で開催され、欧米列強に習い20世紀初頭には日本も朝鮮、台湾といった獲得した植民地で博覧会を開催した。国際博覧会条約に基づく博覧会を行うには開催を希望する政府が 博覧会国際事務局に申請し、総会で承認される必要がある。国際博覧会は、会場の規模やテーマなどから、主に登録博覧会と認定博覧会の二つに、大別されている。最大の規模の国際博覧会である登録博は1995年以降は5年ごとに、開催され、その開催地は、ビエでの投票で決定される。開催期間は、 最大で6ヶ月であるパビリオンの建設は各3加国が行う。一方の認定博は各国政府が様々な目的から登録博の間に開催するもので2つの登録博の中間期間に1つの認定博が開催できる。認定博のパビリオンは開催国が用意しなければならない。認定博は開催規模に厳しい制限があり。 開催期間も最大で3ヶ月までとなっている。国際園芸家協会が認定した国際園芸博覧会の内大規模なもので、ビエが認めたものとミラノトリエンナーレでビエが認めたものは認定博として国際博覧会と称することができることとなっている。一般的に国際博覧会は開催国政府が主催することが多いが政府以外が 主催者になっても良いことになっている。ただし、国際博覧会条約の事務局である、博覧会国際事務局に、国際博覧会開催を申請できるのは、各国政府のみである、政府以外の団体が主催者となった場合、その主催者は、美瑛条約上、政府機関とみなされる。具体的には2005年日本国際博覧会の、主催者の財団法人の2005年日本国際、 博覧会協会などがこれにあたる。ビエ条約の非加盟国も国際博覧会に参加することはできる。大規模な国際博覧会の場合、参加国はビエ条約の加盟国の数よりも多くなることが多い。また、ビエ条約の非加盟国が国際博覧会開催を申請することも制度上は可能である。ただしその場合、申請と同時にビエ条約に加盟することが多い。 日本は日本万国博覧会の開催申請直前に美へ条約を批准した。詳細は博覧会国際事務局を参照のこと。1873年ウィーン万国博覧会の日本間日本に国際博覧会の存在が伝わったのは1853年であると考えられており、別段オランダ風雪賞を通じてニューヨーク万国博覧会の開催と、 前々年の1851年に同様の催しがロンドンでも開催されたことが伝えられた。国際博覧会との直接的な接触が生まれたのは1862年のロンドン万国博覧会からで公式参加ではないものの中日イギリス講師のオールコックが収集した日本の品々が出品されたほか開幕式には放映中の文久拳王施設団が出席し、 注目を集めた。日本が初めて参加したのは、幕末の1867年、幕府及び、薩摩藩と佐賀藩が参加したパリ・万国博覧会で、あり、維新後の新政府は1873年のウィーン・万国博覧会から公式参加を行った。その前年予行演習として、東京の湯島聖堂で初の間接博覧会が開催され、それが、 東京国立博物館の始まりとなった。明治、大正頃の国際博覧会では、日本の芸儀が接待役を務め、この時紹介された浮世絵は、モネラ・フランスの画壇に影響を与えたことは広く知られている。これらがジャポニスムと呼ばれたものである。日本の展示館は1893年のシカゴ。万国博覧会では平等院風のものや1900年の、 パリ万国博覧会では、法隆寺風のものなど、伝統的様式で建設され、エキゾチックな印象を与えて、好評を博したという。また、大橋緑市が出品した猛虎の図の絵画は、毛並みのリアルさなど、東洋的芸術が評価され、優勝金牌を受賞した。しかし1900年のパリ万国博覧会では、日本の出品物は酷評されてしまい、明治政府は輸出振興のために、 デザインの必要性を認識し、図案を発行するなど日本の芸術や産業にも大きなインパクトを与えた。その後ウィーン万博の出展をきっかけに日本は多くの海外博覧会への出展を行い、国内では食産工業作の一つとして内国官業博覧会をはじめとして多くの博覧会が開催され、万国博覧会開催への機運を盛り上げることとなった。 1928年には国際博覧会条約を締結し、博覧会国際事務局が設置され、日本を上院したが批准せず非加盟国となった。日本での国際博覧会開催については、最初の計画として1885年に、最後を継ぐ道の提案により1890年開催の、 アジア大博覧会があったが実現に至らず、ついで日露戦争の戦勝を記念して1907年には1912年4月から10月にかけて実質的な万国博覧会の計画となる日本大博覧会計画を決定しアメリカ等の各国が3位を示したが、経費増大や準備の遅れから5年間延期され中止となった。その後1940年に、 東京の月島などを会場に、期限2600年記念日本版国博覧会、及び東京オリンピックを開催すべく準備が進められた。前売り券も販売され、勝時橋は整備の一環で作られた。日中戦争が激化したため、軍部の反対及び参加国の減少が確実になったことなどで1938年に延期が決定し、実質的に中止となった。 中止になった紀元2600年記念日本万国博覧会の前売り券は1970年の日本万国博覧会及び2005年の2005年日本国際博覧会で使用可能であったちなみに日本万国博覧会では3077枚2005年日本国際博覧会では48枚使われたという日本及びアジアでの開催は1970年に 大阪で開かれた日本万国博覧会が最初である。なお、大阪万博は一般博で、他は1972年の条約による特別博である。愛知万博は一般博が登録博と改名された後に日本で開催された唯一の登録博である。アジアで登録博を開催したのは大阪、愛知と上海だけであり、2025年に再度大阪が 開催権を獲得した万博も最も規模が大きい登録博である。2008年スペインのサラゴサ国際、博覧会国威発用と人類発展のために開催されるイベントであるため、万国博覧会への最先端の技術の出展に対しては最大限の便利が図られる。有名な例としては、ほぼすべての国家で国際博覧会での公開は、 特許取得の拒絶理由の例外として認められる。特に欧州特許庁においては、ほぼ唯一の例外規定となっている。日本においては、特許法第30条第1項の規定の適用が受けられ、新規制違反の拒絶理由を回避することができる。ありがとうございます。